こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日は座り直し解除、3つのポイントですね。最近3つのポイントだけ押さえたらちょっとは楽になるんじゃないかなっていう動画上げさせてもらってますけど、今日は座り直しバージョンですね。車椅子に座っててちょっとずるずるずるとお尻が前にずれてる方の座り直し、奥にしっかり座ってもらうやり方の解除を、しっかり3つのポイントを押さえて説明しますので、最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。機能訓練スクールというオンラインスクールもありますので、気になる方は概要欄チェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、では座り直し、座り直しの動画もたくさん上げてますので、再生リストも作っております。概要欄に再生リストも載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。じゃあ座り直しなんですけど、どういったケースかというと、こうやってね、長時間車椅子に座ってるとどうしてもね、お尻の位置がずるずるずるとずれてきます。皆さんもそうだと思うんですけど、椅子にずっと座ってるとだんだん姿勢悪くなってきますよね。それが車椅子に座ってても、もちろんベッドに座ってても、高齢の方が椅子に座ってても、どこで座ってても起きるんですけど、車椅子に座っている方、自分で座り直しができない方の解除の、ポイントを押さえた動画、いくつかあるんですけど、やっぱりね、なかなかできないといったコメントもありますので、今回3つここを押さえたらもう少しできるのではないかなっていう内容で説明したいなと思います。はい、今ね、ちょっと山田君の体格には車椅子あってはないんですけど、そこはね、目をつぶっていただきたいところではあるんですけど、やり方はいくつかあるんですけど、全てにおいて言えることを3つ挙げたいなと思います。まず1つ目はお辞儀をしてもらうってことです。どうしてもこのままの状態で、やり方としてこう後ろからね持ってやるやり方もあると思うんですけど、お辞儀せずにやると上がらないです。これ後ろに引くことになりますので上がらないので、今のやり方をするのであっても必ずお辞儀をしていただきたい。はい、お辞儀をしていただきたいんですけど、その前にやってほしいのはやっぱりフットサポートから足を下ろしておくってことですね。はい、どうしても重心が前にかかってきますので、お辞儀をすることでフットサポートに足が乗って車椅子がガチャンと倒れることもありますので、必ずフットサポートから足は下ろしてお辞儀していただいた状態で、脇から手を通して前腕を持つ。ただこの時ね、グッと握ると、皮下出血を起こしますので、中腰筋握りですね、中腰筋握りで優しく持ってあげて、腕をつかむんじゃなくてお腹を後ろに引くというか、この状態で、座り直しの解除をします。はい、やり方はまた2つ目3つ目にもなってくるところなので、また後で最後にまとめてやりますね。で、前方からやる場合ですね、前方からやる場合もこの状態から、膝を押すやり方とかも紹介してると思うんですけど、この状態で膝を押しても、痛いというか、この状態で膝を押しても座り直しにはならないです。っていうのも、膝を押す方法っていうのは立ってもらって、お尻がちょっと浮くか、ついててもいいんですけど、体重がちょっと浮いた状態で押すから座り直しができるので、この状態でお尻浮かすことはまずできないので、必ずお辞儀ですね。お辞儀をしていただいてから、この後立ち上がりを含めて押すって感じの解除になってきますので、これが2つ目の点です。はい、で、3つ目は膝を曲げるってことですね。フットサポートに足が乗ってる場合は膝はある程度曲がってるとは思うんですけど、フットサポートから足が落ちてたり、鼻から足でね、車椅子を操作される方もいらっしゃるので、鼻からこれがついてない方、もう外してしまってる方もいてると思います。はい、そういった方はある程度自分でも座り直しできるのかもしれないですけど、この膝が伸びてる状態でやっちゃうと、摩擦が起きますので、膝は曲げていただいた方がいいです。膝を曲げた方が、さっき紹介した後ろからやる方法も前からやる方法も必ずやりやすくはなります。で、最後3つ目の方法、3つ目のポイントが後ろに引くんじゃなくて上に上げる意識を持ってほしいです。これはあくまでイメージなんですけど、後ろからやる場合も上に引くんじゃなくて、お辞儀していただいて上に上げる、後ろに引くんじゃなくてお辞儀していただいて上に上げる、そうすることで座り直しができます。はい、前からやる場合も一緒ですね。言ってたら、さっきも言いましたけど、このままでは立ってもらうことはできないので、お辞儀していただいて、お辞儀していただいて上ですね。このまま後ろにやってもいかないので、立ち上がり、上というか、どっちかというと前方に立ち上がっていただいて、その隙に押す、
ですね。なので、1つ目がお辞儀をしていただく、で2つ目がまあ膝を曲げていただく、で3つ目が後ろじゃなくて上に上げるイメージでやっていただく。ただ持ち上げるんじゃないです。持ち上げると腰に負担がかかるんで、あくまでイメージで思ってください。この3点を押さえてちょっとやってみます。じゃあまずね、膝が伸びてる場合、伸びたままでやるとどうなるかなんですけど、まあお辞儀していただいて、脇から手を通して、これやる場合ね、あの前腕とかもし痛めてる場合とか、透析やってる方はね、あまりやらない方がいいと思います。あと脇腹とか痛めてる場合やらない方がいいので、次に紹介するやり方をやってほしいんですけど、まあ、あくまで中腰筋握りで持ってあげて、お腹にね手を押し当てるような感じです。グッと握るんじゃなくて、持ち上げるんじゃなくて、お腹に手を押し込むようにしながら、後ろじゃなくて上です。上、はい。ただ今結構重たかったです。なんでかっていうと、足ですね、足が伸びきってて床との摩擦があるから重たかったです。じゃあ膝を曲げるとどうなるか。膝を曲げるとここの足の位置って動かないので摩擦が起きないんですね。なので、まあ、お辞儀していただいて膝曲げて、一緒ですね、お腹に押し当てるように上に持ち上げるとめちゃめちゃ楽にできます。この違いは本当にやってもらったら、実際にやっていただけたらすごいわかると思うので、まあ、やってみてください。で、前からやる方法もそうですね、はい、前からやる方法に関しては立てる方立てない方いらっしゃると思うんですけど、基本的には異常と一緒で、お尻をちょっとでも気持ち浮かす、そうするとお尻の摩擦が減って後ろに、座り直しができますので、当然このままだったらここに体重乗ってこないので立ち上がれないです。はい、まあ、これでやろうとしても、この状態で膝を押そうとしても、まあ、そもそもなかなかロックがはまらないんですけど、まず立てないですね。これ立たせようと本当に腰痛めちゃうんで、まずは膝を曲げてあげます。はい、こうすることで立ち上がりしやすくなる。解除量も全解除であっても解除量が減りますので、必ず膝を曲げてください。でこの状態から、お辞儀していただいて、まあ、膝で押すんですけど、まあ、膝の押すやり方なんか別の動画ぜひ見てほしいので、割愛しますが、この状態で後ろに行かそうとするんじゃなくて、あくまで上でお尻がちょっとでもいたら膝で押してあげる、はい、そうするとめちゃくちゃ簡単にできます。まあ、体重であったりね、その体格であったり、そういった部分には影響は大きい解除方法ではあるんですけど、まあ、膝を曲げてお辞儀して、立ってもらった隙に押す、まあ、それだけで全然違いますので、まあ、ぜひ意識してみてください。はい、ということで今日は座り直しの解除のポイント、まあ、3つだけ、ここだけ押さえてくださいねといった内容の動画を説明しました。で、1つ目のポイントでお辞儀をするって点なんですけど、まあ、コメントでもいくつか来てまして、お辞儀ができない方はどうしたらいいのかってことなんですけど、お辞儀ができない方は基本的にそもそも深く座れないので、まあ、ずり落ちのリスクとか高くなってきます。なので、まあ、リクライニング、後ろにちょうど見えてるリクライニング用の車椅子とかを選択の一つかなと思いますので、まあ、そこもぜひよろしくお願いします。ということで山田君、ワンポイントアドバイスをお願いします。はい、座り直しなんですけども、まあ、今やってたみたいにこう上手になると、ね、後ろまで一回でできるんですけども、なかなかこう遠排の方であったりする方が多かったりするんで、後ろに行ってるように見えてるけど、実際このお尻の間がちょっと空いてるっていう方が多いので、一度してからもう一度ちょっとこう確認をしていただいて、しっかり奥まで座っていただく。でないとどうしてもまたずり落ちてきてしまうので、そこだけちょっとチェックしていただけたらいいかなと思います。はい、ということで、いつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術を発信していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。